音楽魂。あはい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰しております、金尾芳郎の音楽魂。今日は秋晴れのね、あのいい天気だけども、はい、やっぱり台風がこのところね、何度も来てます。今も ね、発生してる感じなんですよね。もう、あの自然の猛威っていうのはやっぱり一番恐ろしいよね、うん、いくらね、人間って言ってもね、それだけにはねなかなか対処できないところありますけどもですね。今日素敵なゲストをご紹介しましょう。まずレギュラーの高橋誠さん。どうもこんにちは。忙しいね、僕もね。松下俊美さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はね、アメリカの方からね、ゲスト、もう待ちに待っておりました再登場ですけどもね、テックス中村さんです。どうも。なかなかね、テックス中村さんですけども、今回3回目になりましょうかね。2回目になりましょうか。2回目ですね。2回目ですかね。テックスさんはね。テックスさん。双子の弟さん。あ、そうですね。テックスさんとしては2回目ということでですね。ハーモニカ奏者ということでですけどもですね。どうですか、日本を離れてどれぐらいになりましょうかね。もう、もうすでに26年経ってしまいましたね。そうですか。もう一番自分の人生で一番長く過ごした土地になっちゃいましたね。26年、正直26、どうですか、日本とその今の日本をご覧になって。いや、やっぱり自分の故郷なんで、はいはい、できるだけ帰ってきたいなと思いますね。まあ、どっちにしろアメリカにも帰っちゃいますけど、はい、やっぱりできるだけ日本に帰ってきて、音楽活動なんかも やりたいし、昔の仲間なんかと変顔したりとか、はいはい、自分 の、 家族と会ったりとか、はいはいはい、そういうのがやっぱり年を取るごとにやっぱり大事じゃないですか。そうですよ ね。だから皆さんに忘れられないように、はい、できるだけ帰ってこようと思ってます。はあ、なるほどね。テックスさんといえばね、ハーモニカでもすごく有名なんですけども、ウォーっていうバンドにね。ありがとうございます。ね、はい。ウォー、おそらくテックスさんの前が、前いらした方がリー・オスカーさんですね。はい、今回一緒になりました。実はですね、はいはい、リー・オスカーさんのハーモニカを作ってるのは、日本のトンボ楽器製作所で作られてるものなんですけど、このトンボ楽器さんっていうのが、創立100年を今年迎えまして、はい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 、それの、式典っていうのがね、はい、ありまして、そこに僕とかリオスカさんなんかも招かれて、はいはいはい、それでその席で、一緒になって。あ、それが大々的な、Facebook で見ましたけど、なんかホテルかな。そうですね。300人を超えるような出席者で、はいはい、ボールルームで、やったんですけど、はいはい、いろんなハーモニカプレイヤーも、招かれてましてね。松田浩一さんとか、はいはい、ところよね、あと、いろんなハーモニカ吹きも招かれてましてね、みんなこうハーモニカ吹きのテーブルがあるんですけど、はい、僕の席はすごくいい席用意されちゃって、一番前の VIP 席で。そうなんですか。リオスカーさんの隣で僕、素晴らしい、素晴らしいですね。もう痺れました。そのテーブルはもう外人テーブルで、やっぱりテックスさんはそういう、外人枠ってちょっと変な言い方ですけど、今外人なんて言ってる人いませんよね。いやいやいや、そんな大丈夫です。外人ってことはさ、外国の外地ですから。楽しめますね。でもイギリスの大手のディストリビューターのお偉いさんとか、ハーモニカっていうとドイツがメッカじゃないですか、ドロシンゲンとか、あの辺にやっぱり昔からホーナーさんとかいるじゃないですか、そういう、はいはいはい、ホーナーね、ホーナーね、有名なとこでは、でもトロシンゲンとかの
ていうところなんですけど、そこのやっぱり昔からなんていうんですか、カーモニカ貴族みたいな人がいるんですよ。それの松江さんの夫婦とか同じテーブルで、あ、そうなんですか、ね、もうびっくりしました僕も。でもそんなところにあの入れてもらって、うんうん、まあ、トンボさんも僕も遠藤させてもらってやっぱり25、6年経つんですね。だから100年歳ですから、まあ、やっぱり出席 した方がいいじゃないですか、うんうんうん、ね、そういうおめでたい席だったんで、ね、まあ、龍之介さんも来てて、あ、そうですか、はい、昨日まで、まあ、昨日までいたんですけど、あ、まあ、そうですか、どっかレッスンされたみたいですけど、僕も昨日あの自分のギグがあったんで、はいはい、ませんでした。昨日行きましたけど、僕ね、いろんなそのハーモニカ奏者の方と、まあ、ご縁がありましてね、あ、はい、そういうのもあるんですけども、やっぱテックさんをね、これ昨日ライブを見たかったのはハーモニカだけじゃなくて、要するにラテンのね、要素っていうか、そういうパーカッシブな感じでね、うん、やられてるっていうね、ことで、それを見たかったのよね、ハーモニカだけで。どうぞ。そうですか。そう。それで、なんか、あ、議論がない。まあ、まあでもね、まあ、昨日ね、パッと、やっぱ、比べてほら、薄暗いから、はいはい、遠くから見るとなんか見たことある人が来てるなと思って分かんなかった最初、はい、で歩いて行ったらカナオさんじゃないですか。なんでいらっしゃってたんですか、すいませんみたいな感じでおっしゃってくれ、もう前もっておっしゃってくれればね、いろいろあれだったんですけど、いや、なんかね、急にちょっと見たくなっちゃったんですよね。それでだからどこが違うんだろうとか、まあ例えばギタリストがね、いろんな方がいらっしゃる、うん、それぞれのなんかカラーがあるじゃないですか。で、それぞれみんな素晴らしいんだけども、そのどういうふうに違うかを自分でこう、目で見て確かめるとかね、耳で聞いてみるとかっていうことをね、うん、ちょっと、しようと、昨日ふっと思ったんですよ。ありがとうございます。そうするとね、なんかね、やっぱすごくそれぞれのあれがわかるよね。テクサの、ああ、ここが違うんだなっていうね。ちょっとうまく表現できてないかもしれませんけども、もともとベースをやられてたんですね。そうですね。まあ皆さんね、最初はこういう世界に入るきっかけっていうのはやっぱギターじゃないですか、ね、はい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 、最初はやっぱみんなギター弾いて、うん、ギターどう弾いて、なんとお前もギター弾けるのか、じゃあバンドやろうぜなんて言うと、うんうん、みんなギターやりたくてそう、ギター持ってるからね、マットさんが嬉しそうな顔してみんなギターやりたいんで、バンドならないんですよ。じゃあお前ベースやれとか、うん、じゃあお前ドラムだとか、うん、そういう時代なんで、ベースに憧れてベース始める時代じゃないじゃないですか。そうですね、確かにね、みんなギターで、うん、僕も知らないうちにベースやることになっちゃって、うん、それでベースを始めたんですけど、はい、で それでまあ当時のなんていうんですか、うん、夜の店みたいなところで、はいはい、ベース弾いたりなんかしてたんですけど、はいはい、でそのうちやっぱまあ、そういう時代ってなんていうんですか、ケントスみたいな時代で、うんうんうん、そういうオールディズやるみたいな店でベースやってなんかしたんですけど、はい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 、でもそのうちそのポップスじゃなくてもっとハードコアなものが好きになっていって、うんうん、ファッツ・ドーム・ノータとか、うんうん、チャック・ベイとかそういう黒人のロックンロールが好きになったり、うんうんうん、もっとエディ・コクランとかジン・ビンセとか そういうね、はいはいはい、ジョニー・バネとかそういう、うん、ロカビリみたいな、うんうん、エルヴィスのサンコレクションしかやらないとか、そういうのがうるさくなってきて、うんうん、でアップレートベースに転向してみたいな感じで、はい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 、まだストレイ・キャッツが流行る前だったんで、うんうん、アプライトベース弾いてバスなんか乗ってるじゃないですか。なんだこいつみたいな感じで、ロックノールやってる。でね、うん、大きいから、前から入れないんですよ、バス。通れなくて、料金。そうだ、うん、バス越えると、はいはいはい、運転手さんにすいません、後ろ開けてくださいなんてわざわざ言ったりなんかして。あんなの担いでね、うん、駅まで30分とか歩ってましたね、当時は。まあ、そんな、だ僕、うん、ロカビリとかやってたんですよ、うん、アップライトベース。そうみたいですね。だから、なんかステージのこう、うん、ファッションにしても、そういうなんか流れがありますよね。昨日はね、たまたまそういうの買ったんで、あ、そうなんですか。初日で来たって感じで。そうですか、はい。前回と同じ衣装じゃない方がいいじゃないですか、うん、同じ場所なんで。なるほど、ね。ちょっと
それっぽいというか、まあ、たまたまそういうのを、うん、買ったんで、うん、昨日がお披露目のあれだったんです、うん、あそうなんですか、はい、なんかかっこいい写真撮ってくださってありがとうございます。いいいいいい、ちょっと後ろの方だったからね、なかなかうまく撮れなかったんですよ、ね、いやもう、フェイスブックに上げていただいて、いいいい、もうあれだ、あのやっぱりね、本当にね、すごいと思った、あのなんていうかな、ショー、うん、もういつショータイムっていう、あもうね、だから歌いながらお客さんの中に 入っていって、もうエルヴィスみたいな感じの得意もあったし、そのあとに泣いちゃったなとかって初めてやっちゃったみたいな知りましたね、うん、あハンドマイクね、ハンドマイク、俺ハンドマイクなんてやったことないんですけど、気の調子に乗って、うん、もう撮って、うん、会場の中にあのあこう歌って割って入っていっちゃって、うん、でもそれもう可愛い女の子の前しか行かないから、まあ、そう本来だったら、うん、その最初にあの可愛い子のとこ行って、うん、その子にあの一応こう歌うじゃないですか、うん、そしたらその女の子に、うん、チップジャーの渡して、うん回ってきたねとか言って、うん、女の子にそのチップジャーをこう持って、うんまあ、会場回ってきてもらって、うん、チップを集めてもらうと自分が演奏してる時に、なるほどね、うんうん、ねあのいわゆる向こうの投げ銭っていうものですよね、投げ銭っていうか、まあまあ、向こうはあのチップボあのジャーいつもみんな持ってますから、うんね、なるほど、ね、その自分の出演料の他にチップみたいなの、はいはい、まあまあ、ウェイトレスでも何でもチップもらうじゃないですか、バーテンが、うんうん、それと同じように、はいはい、あのなるほどね、でも演奏してると、うん、あの人がわざわざ入れに来ないんで、うんうんうん、そのどっか可愛い子を捕まえて、うん、あ、そうなの、その子にあの、うん、あの即席で、うん、あのチップジャーを持って、あの客席を回ってくると可愛い子が来るんでお願いしますって言えばみんな入れたりするんで、なるほど、ね、その手があるね、それで帰ってくるときは、うん、帰ってきたらその中から、うん、あのまあ、わしづかめで君の分よみたいな、こんな少しやってやって、それはいいね、うん、いいな、あなるほどね、そうするとほらね、彼女も、うん、まあ喜ぶ小遣いね、うん、っていうかまあなんていうかな、みんなチップっていうか、まあ、チップなんですけど、やっぱね、待ってるよりも女の子が回ってきてやった方がいいじゃないですか。そうね、うん、確かにね。そんなことをやるんですけど、うん、昨日はチップじゃ制度もありませんでしたけど、まあ、ただ行って、just for you みたいな感じで、ちょうどWhat's your name っていう歌だったんですよね、うん、であなたのお名前は何ですか、うん、っていう歌だったんで、その What's your name ってこう女の子に聞くっていうか、そう、それがね、うん、あのやっぱりね、そのそこら辺のね、こうやり方が、うん、あの筑豊とは違うのよ。筑豊ってなんですか。筑豊。あ、筑豊知ってる。だから博多のもんがみんな黙るもん、筑豊っつったら。筑豊ね、また違うんですね。もう話ばっかりになってしまったね、今日ね、ごめんなさい。演奏もしますが、ファックスね、読みましょう。金尾義郎さん、投げ銭FM オン中ということで、金尾さん、誠さん、松下さん、はい、山田さん、キキさん、こんにちは。こんにちは。晴れましたということでね、フレンドの曲はいかがでしょうかっていうのは何、うん、フレンドの曲、フレンド、あこれ僕今曲作ってるからそのことかもしれない、アメリカでまあサンフランシスコとかそのいろんなところで空手を、大山空手あるじゃないですか。あ、はいはいはい。大山、はい、USA 大山の師範がね、詩を書いて僕が今曲作ってる。あ、すごいですね。そんなことしてるんですよ。すごい企画ですね。たまたま、あれなんですよね、そういう師範の方たちとお友達になって、まあ、来日された時ライブ来てくれたりするんですけども、どうかしたらもう空手の師範とプロレスラーとかになっちゃうんで、ちょっと女性あんまり来なくなっちゃったね、僕もね。でもね、そういうね、ご縁がありましてね。あ、いいじゃないですか。そのフレンドの曲はいかがでしたかっていうですね。おそらくそうです。今、ちょっと、作ってますけど。なんか素晴らしい企画ですね、でもそれね。いや、でもね、日本のその精神を向こうで、まあ、テックスさんもそうですけども、伝えるっていうか、その精神を持って向こうでね、はいはい、生きておられる方々っ
って素晴らしいと思うんですね。ね、極真空手なんかあの US の極真空手やっぱ歴史がもうありますもんね。うんうん、昔からやってますもんね。はい、あれすごいですね。じゃ歌詞なんかどんな歌詞なんですかやっぱり。いやもうロマンチックですよ。あ、そうですか。いやロマンチックというか男っぽい歌詞なんですけども、歌詞はもういただいてるんですけども、それにまあちょっと曲をね。じゃあそれじゃ楽しみですね。ね、どうなることやらちょっと、ね、真琴さんも参加されるんですか。まあいやいや、それ今はあれなんですけど、まあ、ちょっとアンダーテーブルっていうかで、あの水面下ラフ、うん、水面下アンダーテーブルって、ね、意味が違いますよね。違いますよね。アンダーテーブルと水面下違いますね。11月20日の汐留ブルームードでのフライヤーいただきましたということでね、リエリー登場楽しみです、はい。まあ、これはね、ちょっとこう映像も撮ってますけども、これフライヤーで一応できました。今回お店の方にね作っていただきましたけども、まあ、菊田俊介さん、リエリーさん、あとアミタメのお二人と国サッカーブルースバウンドですね。アミタメさんはね、はい、そう2部、あ、2部のね、ということで、あと高橋誠さん、ごぼう鈴木さん、浅田武史、ね、浅田武史さんということでね、ベース、これで楽しくやりたいと思います。これバースデーライブっていうのは、バースデーライブっていうのはね、あんまり僕 やらなかったんですけども、ちょっと今回有名どころじゃないですか、ね、打ち上げ、ね、いや結構ね、いろいろな方が打ち上げもね、うん、まあ、1時間後半1時間はもう打ち上げみたいな感じにしようかなと、そこをね、見た目さんに盛り上げていただいて、そう、でもいろいろなんか来てくれる方もね、公録に出演された方もいらっしゃるみたいなんで、ね、楽しみにしておきます、ということでね、リクエストはいたしません。なるべく今晩のライブまで おとなしくしてください。今日ライブ、今日ライブね。今日赤坂のフラットカンティーナ、はい、バンドでやりますね。ごぼう鈴木さん、まあ、シーナンドロケッツの浅田くんね、はい、と高橋誠さん、はい、で松下としみさんの私ということでね、はい、もしお時間ありましたらですね、今晩のね、7時半からですね、赤坂、はい、フラットンカンティーナ。今日横浜ですよね、テクさん。いや今日ね、進出鬼没ギグなんつって、はい、どこでやったか誰にも言ってないんですけど、そう、来てほしい。あのツアーの中で 何箇所かそういう日設けてるんですよね。あ、なるほどね。あの進出鬼没ギグっていうか、はいはい、誰か仲間が今日あそこやってるとか、うん、カナオさん、そのね、予定、ご予定を事前に言ってくれる。そうね、まあ、そうですよね。そういうあれでいけ、じゃ次回をぜひ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。それでね、今日はなんか変わった楽器、そのちょっと楽器紹介しましょうか。あ、なんか歌おうか。歌わないとダメだね、これ話になって。演奏していただかないと、ね、うん、演奏していただくだから、うん、僕のなんか歌いましょうか。あ、いいですね。あ、じゃあね、先週博多のミキさん、ご存知と思いますけど、はい、ミキ君がこの間司会してくれたんですよ、博多のライブの時。あ、そうですか。そうそう、彼ね、うん、そういう、なんていうんですか、MC やる、ね、声を持ってるんですよね。そうそうそう。なんていうかな、聴衆なんかこう、こう聞きやすい、なんていうかな、うん、通る声、ね。通る声ね。うん。全然、すごい助かりました。いろいろ頑張っていただいて。で、ミッキー君のね、リクエストの曲をやりますか。風の中で立てっていうね。はい、これ、キーが。B フラットですね。D ですか。B フラット。はい。B フラット。B フラット。うん。というね、いきなり、やりますが、父親が僕亡くなった時にね、横浜で歌ってたんですよね、ライブハウスで。でなかなかその行けなかったんですけど、その時に作った曲なんですけど、なんか最近ね、いろんな方が歌ってくれてるんですよ。ありがたいなとか思いますけど、風の中でね、立てっていう曲なんですけどもね。僕じゃあ、マラカスやった方がいいですか。いや、ハーモニカの方がいいですね、はい。マラカスもあるんですね。もうね、玉手箱のようなね、今日道具を持ってきていただいてますけどですね。ああ、これオールスターズですね、これね。ねえ。ということでね、ちょっとやってみますか、風の中。あ、
かすの歌、あ、まあいいや。
前に消えるもの。はい、ということでね、風の中で盾を今初めてやったっていう気がしませんよね、なんかね、ね、歌っててね、やっぱ気持ちが入り込むよね、まあまあどれぐらいね、伝わったかどうかは、お客様っていうかね、リスナーの方に分かりませんが、すごく私は楽しかったですね。私も楽しかったですね。ありがとうございます。ぐーっと持ってかれましたから。いやいやいや、最後のっていうの風ですか。そうです。でもあのね、何か通り過ぎてから聞こえようかなと思ったんですけど、難しいね。あのバイブラートっていうかね、あの、なんていうか、ビブラートですかね。そうそう、ビブラート、うん、そうね。まあ、ディレイの残響みたいなのアナログでやったみたいな。ですあれはね、僕はね、40年前に一人、はい、エコを始めた、僕は初めてです。あ、そうですか。日本で初めてです。一国堂よりも一国堂さんよりも前じゃないですか。全然前ですよ。一国堂さん、ということでね、今日テックス中村さん、ね、お見えになってますけども、今後のライブの予定というのは結構続きますよね。ジャパンツアーということで。そうですね。はい、今回はね、もう実はおととい始まりまして、はい、銀座から、はい、おととい銀座で、昨日は中野、はいはい、いらっしゃってくださいましたけど、今日はこれから横浜行って、はい、で、その次は千葉、その地元の、はい、僕千葉県地元なんで、はいはいはい、ファミリーイベントで、はい、甥っ子のバンドから弟の弟、あ、そういうのすごいよね、はい、弟夫婦のバンドと僕とで、まあ、ファミリーイベントなんですけど、まあ、それが終わったら今度は大阪、京都、はい、博多、はいはいはい、今回は、大分中津ですか。あ、中津、中津まで行きます。あ、中津ってうちのね、祖母の、あれですよ、ふるさとなんです。あ、そうですか。そう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 。あ、なんつう、中津、中津ですよね。はいはいはい。ちょい悪うさぎなんてなんか変わった、そう、名前のライブハウス。はい。おー、そこへ行ってたりとか、それでまた名古屋戻ってきて、一番最後の日はね、うん、私の師匠であります、はい、瀬野隆一郎さんが、はいはいはい、ちょっと具合が良くなってきたので、瀬野隆一郎一門会みたいな、まあ、落語家じゃありませんけども、うんうんうん、まあ、瀬野さんに、ね、ハーピストのね、はい、教えてもらった人たちを集めて、はい、まあ、瀬野さんも激励しようじゃないかと。あ、はいはいはい。そういうことで、まあ、ご本人もいらっしゃって、はい、まあ、僕とか、あとは、鈴木保つとか、うん、まあ、瀬野さんを師匠として、まあ、うんうん、学んだ人たちとか、はいはい、まあ、他のハーモニカ吹きなんかも、まあ、興味のある方なんか来ていただいて、はいはい、高円寺の次郎吉っていうところで。あ、次郎吉ね、はい。はいはい。それでやって、翌日帰るという感じです。ああ、そうですか、はい。まだまだ全然始まったばっかりで。まあ、そうですね。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。テックス中村さんのね、もちろん歌も歌われるんですけども、いろんな楽器をね、ラテン系の楽器をね、やられるっていうことで、そこもね、いわゆる、まあ、いわゆる、その、ハープの方はこうハーモニカと割とブルースハープと歌とかっていう、はい、そうですね、ハーモニカだけの方もいらっしゃるしね、はい、いろいろ、はい、テクスはねそこら辺がまた違うんね、ラテン、そうですね、今日なんかもちょっとラテンの楽器を、そうですね、まあ、まあ、何がいいですかね、そのギター、ギターもいいですかね、いいですか、これはこの楽器の名前は何ですか。これハラナっていう楽器で、ハラナ、はい、はい、ハラナっていう楽器で、まあ
メキシコの民族音楽で使う楽器なんですけど、はい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 、まあベラクルースという、うん、とこで、まあ、ブルースもできます。ブルースもできるんだ。あ、ほんと。まあまあ、でも本当は本来は、はい、本来は、まあ、リズムとリズムとコードを楽曲に提供するっていう、まあ、はい、メキシコのベラクルスっていう土地の楽器なんですけど、はいはいはい、まあ土地柄スペイン人がこう昔メキシコ人メキシコに占領地区に入ってくるんで、はいはい、まあメキシコ人の中では最もスペインに影響された人たちなんですけど、はいはい、だからスペインといえばフラメンコなんでこうかき鳴らしっていうはい、ラスゲアードなんてなってるんですけど、はい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 、でも土地柄そのアフロキューバンのリズム入ってますから、はい、まあ、ベラクルスっていうとこなんですけど、まあ、有名なミュージシャンだとエブラハム・ラブリオベースのね、息子さんはポール・マッカートニーのドラマはもう何年もやってますよね、うん、あ、はい、なるほどね、はい、まあ、でまあアフロ・キューバン・シックス・エイトっていうのがキーなんですよね、はい、だからそれが入ってるんで、まあ、ラス・ゲアードアフロ・キューバン・シックス・エイト8分の6秒8分の6ですね、はい、入ってるんで、イエーイ、すごいね、はい、それがまあ、だ、まあ、気候的にはハワイみたいな気候なんで、はいはいはい、その、まあ、ウクレレみたいなサウンドなんですけど、ね、人の耳になんかそういう気候で生活してる人の耳に心地いいんじゃないですか、この、うんうんうん、ナイロンストリングスって響きが、ナイロン弦ね、だからすごくハワイの、はいはい、まあ、うん、まあなんか近いんですよね、なんかね、うんうんうん、まあそうじゃないかなって思ってますけど、うん、なるほどね、ちょっとチューニング悪いですね、ちょっと八弦なんでね、八弦なんですね、はい、これね、そうなんですよ、それでね、うん、すごくデリケートの楽器で、うんうん、チューニングが難しいんですよね、気温によって、あ、ね、左右されるというか、でいつもチューナーで見ながらやってるんですけど、うんうん、それでこれ LA から来たじゃないですか、はいはい、でそれで今もこの湿気っていうのがすごく嫌な楽器で、あ、そうなんだ、カルフェの楽器ってなかなか持ってくると日本の気候に馴染むのにちょっと時間かかりますよね、あ、そういうことはありますね、はい、じゃあ、はい、で そうなんですよ、だから本当もうちょっと乾いてる、はい、そんなんですけど、うん、でもそんな自然相手に文句言っても仕方ありませんからやるべきなんですよ ねもうその行った先でも対応して、うん、やるしかないんですよ、うん、なるほどね、はい、うん、まあベラクルスなんていうと有名な曲はラバンバとか、あ、ラバンバね、はいはいはい、そうですね、パラベララバンバ、パラベララバンバ、ネセシッナポカデグラシャスなんて、こういう感じですね、ね、まあ、このネタ前回もやっちゃいしまいましたからいや、これ楽しいよね、今思い出しましたね、山田さんね、思い出しましたか、うん、私が誰か分かりましたね、じゃあでもまあそういうのが耳にこうね、はい、基本となっていろいろ展開していくわけですね、そうですね、うん、まあ変な楽器ですよね、八弦ギターなんですけど5コースしかありませんから、うん、いや、なるほどね、うん、まあ、これは単音、ここは複弦、うん、ここはオクターブ、うん、うん、うん、で、ここは復元で、ここシングっていう、はあはあ、まあ G がオクターブなんで、うんうん、この弦が有効になるとやっぱり G インストルメントですね、あ、なるほど、
そうするとあのね、そうすると、ね、あの手拍子なんかでも、うん、スッカンカカッカンカンカカンカンカカッカンカンカって、うん、あのなんていうんですか、そのフラメンコのね、うん、そういうやつも、うん、テキ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 カンカンクククンクンクククとかあるじゃないですか、うん、このね、うん、あの、うん、そういう影響も受けてですね、やっぱスペインのが近いですから。だからね、テクさんのねステージ行くと最初はやっぱり、うん、まあ昨日ブルースの、うん、まあ基本的にそういうお店だったんだけども、まあ、ブルース1ステージ目はそのブルースとかあるんだけども2ステージ目はもうラテンに入るから、だからねなんかねアコースティックがこうスーッと入ってきてね、うん、俺すげえ疲れてたの昨日実は。すごい疲れてたんだけど、もう疲れが癒されたもん、なんか ありがとうございます、本当素晴らしい、元気出ますよね、その人が、なんかね、うん、一応ね、自分のステージではあのとりあえずなんか音楽聴こうというか、うん、音楽ってやっぱその土地から発祥するじゃないですか、うん、だからシカゴブルースとか、はいはいはい、フィラデルフィアソウルとかあるじゃないですか、はいはい、ディトロイト、だから自分のショーでは、まあ、シカゴブルースから始まって、うんうん、シカゴからニューオーリンズ、ニューオーリンズから、うん、あの、なんていうんですか、テキサスとか、まあ、まあ、いろいろ回って、LA まで来て、ウエストコーストと、うん、ウエストコーストからもっと南下してメキシコ行くと、うん、っていうような経路で、まあ、うん、音楽でなんかこう、つないでいって、また最後にまた四国に帰ってくるみたいな、うん、あの、感じで、うん、音楽版世界の車窓からみたいな感じで、うん。それはね、なんかね、なんかね、いいんだよね、もうなんかこう、ブルースっつったらこう、なんかブルースでね、うん、そうですね、そういう、うんうん、なんかこう、ロックンロールだ、ロックンロールだけみたいな、ね、そうなんですね、そういうね、なんか、うん、それもね、それもいいと思うんですけど、まあ、ありですけどね、それはやっぱり一つのスタイルですから、うんうんうん、それも、それはそれでいいと思うんですよね、うん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 、でもシカゴブルースオンリーの人もいれば、うん、テキサスシャッフルをしかやらないとか、うん、そういう凝り固まった人もいますけど、うん、それはそれでいいんですよね、その研究熱心というか、うん、僕もやっぱり皆さん誰でもそういう時期があると思うんですよね、そうですよね、このスタイルやっぱりこれオンリーって言って他にも聞かないっていうか、うん、それもそれでいいと思うんですよね、うん、でもまあ、 あのそういう人もやっぱり、うん、あの年取ってくれば腰も痛くなる、肩も痛くなるで、うん、そんなこだわっていられなくなってきますから自然にね、だから音楽の趣味も必ず変わってきますよ、そう ね、うん、昔はロカビリだなって言ってたやつでも、うん、あの夜のギンギスネとか歌ってますから、うん、ね、ね、そうなんですよ、ここら辺でね、じゃあ松下さんの方からお便りなんか違いますか、あ、これいきましょうか、これ皆さんこんにちは、はい、今日は洗濯日和の福岡です、はい、先週の放送では興奮してメッセージが長すぎて失礼しました、はい、そしてテックスさんお帰りなさい、ありがとうございます、テックスさんとしては2度目のでいいのかな、はい、ご出演ですよね、楽しみにしてました、今日も皆さんと楽しい時間をお過ごしください、それがこちらにも伝わりますから、さてまだまだ15日の感動を引きずっておりますけど、うん、今日は先週の反省を踏まえて、うん、この辺りで終わります、うんうん、リクエスト哲也さん、うん、この間カナオさんや誠さんもプレイされたサンタナはどうでしょう、ヨーロッパサンタナが出たか、他にはワッチャーネームだけど何でも OK です、ワッチャーネーム、これはミキさんですね、そういや博多のミキのところへ世話になろうかなんてね、あの言いたかねえけど面倒見たよなんて、ね、ありましたね、そのね、 あれは平手のミキですよね、そうですか、いいね、この辺のね、あの愛の手がね、うん、間合いがいいよね、ミキさんありがとうございます、ありがとうございます、ミキさんね、本当いつもね彼が紹介してくださって、うん、こういう席に、そうそうそう、あのテクさんもね、僕、まあ、ミキ君の紹介なんだけども、そう、いろいろそうやってつながっていくとね、いいと思いますよね、なんかリクエストもう一つありますけどいいですか、はいはい、金尾芳郎様前略、はい、先日のライブでは久しぶりに懐かしい人たちに会い、うん、金尾くんの歌声も聞けて、うん、楽しい時間を過ごすことができました、はい、ありがとうございました、はい、当日の集合写真を送ります、おご承諾ください、ナイス、あ、これね、これ僕のね同級生、高校時代の同級生がね集まってくれたりね、いろいろありましたね、
何十年ぶりかに会いました、はい、うん、時々へこんだ時は、はい、YouTube で加納くんの若々しい姿を見て元気をもらっています。割と若く見えるみたいね。これからも体に気をつけてご活躍ください、はい、よろしければついでにリクエストさせてください、はい、リバーサイドマイホームタウン、リバーサイドマイホームタウンお願いします、うん、下駄を鳴らして歩いた倉庫坂や多賀神社、うん、音楽川とともに学生時代を懐かしく思い出します。これはね、よろしくお願いいたします。はい、矢野さん。あ、矢野さん。矢野和俊さん、ありがとうございます。まあ、この、番組もね、スポンサーにもね、なっていただいてるんですが、病院、お医者さんなんだよね。脳神経科のね、先生。じゃあ俺見てもらえばいいですか。俺たちみんな見てもらった方がいいかもしれない。いざっていう時はね。でね、昔一緒に歌ってたりしたんですよ、学園祭とかで。バンドやってたんですか。バンドっていうか、それで、まあ僕が歌ってコーラスやってもらったりとか、一緒に歌ってたことはあったんですよね。片や脳神経科のね、権威で。片や俺だよ。悪かったね。いや、でもね、こうやってね、何十年も経っても、覚えててくれてね、集まって くれるっていうのは本当嬉しかったよ ね。でこの時ね、心配してたんだけども、やっぱ100人単位でお客さん入んないと、ちょっと狭い、広いとこだったので、でもね、本当ね、満席になりましたね。あ、嬉しかったですよ。素晴らしい。うん、で、地元の方々もいろいろお世話になってね、バンドの方々もそうだし、いろいろね、お世話に、ミッキー君にも司会してもらったりね、素敵なバンド、またつながりができました。はい、ありがとうございます。じゃあ、リクエスト、なんかしますか、じゃあ。ヨーロッパ？ヨーロッパ、ちょっと、ヨーロッパはハーモニカで吹く人なんか聞いたことないんだけど。そうか。ちょっとじゃあ、軽く、じゃあ、ワンコーラスぐらい。なんか、まこちゃん知らないよね、愛しよ。なんで流せばいいですか、キーを。キーをじゃあ。マイナーだよね。G マイナーみたいな感じで。みたいな感じで。聞いてみたい。ちょこっと、どんな感じなんですか。聞いたことないね。ギターの人はそういう、こればっかやってるけどね。ハーモニカで。まあ、じゃあ、ちょっと、触りだけ。触りだけでもやってみますか、じゃあ。G マイナーでこんな感じですかね。うん。ふっ。たたらたら。あれいいですか。こういうのでね、ライブの昨日ね、一番最後の曲だったんだけど、俺お客さんみんな集まってきたよ。もう今ので。で、しかも女性ばっかり。すごい。さすが、元祖主婦転がし。主婦転がしじゃない。主婦転がし。主婦転がしみんな。でも今のね、ワンフレーズでみんな本当に集まってくるんだからすごいよね。もう一節。なんかまた飛びみたいですね。なんでしたかね。なんですか。また飛びもってるね。いやでもすごい素敵だった。あのね、これね一番最後の曲だったの。あ、本当に。それで。もう盛り上がってそこからアンコールなんだけど、俺電車がさもうギリになっちゃって、アンコール聞かずにもうね、アンコールね、あれからどうしたの。アンコールはね、ブライアン・セッツァーのね、あれですね、君の邪魔はもうしないよなんて歌やったんですけど、曲。はい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 、こういうの、うん、I got a low down dirty feeling that I've been cheated on、yeah. and lied to. If it's so, then it's wrong. We hang on for so long.
なんて、あ、Why don't you? な、聞きたいな、今の。ね、あの、終電とかで引き換えなんですよね、それ。終電と引き換えなんですよ。なるほど、返さないように。そう。手だね。ああ、そっか、返さないように。ああ、イェーイ。イェーイ、すごい。主婦の皆さん、もう、元祖主婦転がしですから。注意してください。いやいや出ました、もう楽しい、うん、楽しい、ずっと話を聞いていたいんだけど、ね、あもう時間来るね。じゃ あ矢野さんのリクエストリバーサイドやってみる。今日あんまり曲できなかったけど、ね、でもこういうお話でもいいよね。リバーサイド、これハーモニカですね、きっと。あ、そうですか、ハーモニカですか。 D ですね、 D ですね、 D ですね。じゃあお願いします、季節は巡り
はい、金沢市のリバーサイドマイホームタウンをお届けしました、福岡の矢野さんのリクエストにお答えしました。いきなり俺歌詞間違えたな。風が流れてる。風が流れたらどうするんだ。風は流れてる。頭の歌、あの言葉だけ出てこなかったりするんですよね。僕歌詞カード見ないんで、たまにねポッとありますよね。いやでもね、風は流れていくもんですから。そうですよね、ありがとうございます。風もね、川もね、じゃあね、あの今日本当テックス中村さん、あ、ね、ご登場いただきましたけども、今後のライブのねご活躍、ね、あのお祈り申し上げます。2曲じゃしょうがないでしょう。もう1曲やろうよ。あのパーカッション使って、あのオニオサイド巻きでいきますよ。巻きでオニオサイド、すごい巻いてる。
様でした。ありがとうございました。テックス中村さん、今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。またお越しください。ぜひ再会を楽しみにしております。高橋真子さん、ありがとうございました。松下隆さん、ありがとうございました。動画の菊さんもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。流れる羽織は菜の花が辺りを埋め尽くす。行き交う人の中に幻を見たんだ。姿優しいあの人は今はない。